まあ、去年の8月以降からきっかけをつかみました。今年ぐーんと成長しました。この角中がクリーンナップ5番を打ちます。まあ、気持ち的にも何してもやっぱり攻撃的ですよね。だからもうスイングしますからね、はい、どんなコースでも。確かにそれはあの若菜さんおっしゃったように、まあ、マリーンズ打線は高球質だで、どんどんこの積極的に打ってきますかもね、はい、初球振りました。128キロ、変化球から入りました。スライダーが少しカットボールは高いですよね。そうですね、したがってこの3番の井口は、内野ゴロだったんですが、先頭バッター2番バッター荻野、根本は全部こうフライ打ち上げてましたもんね、はい、ストレートでね、はい。まあ、井口は最後に、まあ、ストレートで三振ですけれど。三振ですね、はい、ごめんなさい。さあノーボールワンストライク外、このストレートは今日はいいんじゃないですかね、はい、いいですよね。あとはだから緩いボールですよね、はい、カットボール、まあ、スライダーでも緩いのありますから、はい、それがやはりもう少し低く来ないと、やっぱボールに当てられやすいですからね、はい、高いボールというのは。まあ、ホワイトセルは走る心配はありませんので、まあ、ここはバッターに集中のマウンド上の山田。ファールボール、これもストレートですからね、だから最終的にウィニングショットをどういうふうに決めるのか、はい、まあ、キャッチャーの仕事でもあるでしょうけどね、はい、キャッチャー、受けるキャッチャーは高谷です。この回の先頭バッター4番のホワイトセル、レフト前にヒットを打ちました。ノーアウトランナー1塁、1点をもらいました。マウンド上の山田、外、あのぐらいの高さが来てればいいんじゃないですかね。そうですね、まあ、変化球が抜けますと一番怖い球になりますもんね、はい、低めに。しかし角中はバットを止めました。ツーボールツーストライク。今日は何が何でも勝たなければいけません、こういうふうに話しました山田。引っ張った、これはどうか、球がぐんと伸びていった、入ったか、入った、ホームラン、ツーランホームランです。角中のツーランホームランが出ました、今シーズンの第3号。今やはり気になった変化球ですよね、はい、多分。そうですね、もう一度今のバッティングをご覧いただきたいと思うんですが、まあ、うまくは打ったんですよ、はい、あの多分スライダーのすっぽ抜けじゃないですかね。そうですか、高めに来ました、思いっきり振りました。角中振り切ってライトスタンド、カットボールですよね、これ真ん中寄りしてますから、はい、まあ、このこういうところでしょうね、今年やっぱり勝てないっていうのは。なるほど、やっぱり最後の決める1球がどうしても、はい、甘いというかね。でしょうね。